はいどうも、レッツイートのメンです。今日はですね、ここ中央区天神にあります小野マーケッツに来ました。こちらです。はい、こちらですね、めちゃくちゃ美味しそうな海鮮丼とか、もう豊富なメニューがめちゃくちゃあるので行ってみましょう。いいですね、こうやってなんか下の1階にめちゃくちゃ広いマーケットがあるんですよ、本当に。お魚も新鮮です。ありがとうね。いいですね。なんか結構無添加のものが多いらしくて、こっちも気になりますね。早速、こっから席に座っていきましょう。さあ、席着きましたよと。見てください、この店内。もう満席ですよ。朝一なのに。早速メニュー見ていきましょう。さあさあ来ましたよ、小野のマーケットのランチメニュー。11時から2時半までです。海鮮から中華、はい、いいですね。いや美味しそう。今日はその中で、ででんこちら日替わり刺身定食1680円、銀シャリおかわり無料と、こちら極み海鮮ドーン1380円、こちらもご飯シャリ大盛りも無料です。この2品行ってみたいと思います。さあ来ましたよ、見てください、この豪華な、すごくないですか。もうあらだき味噌汁、魚の頭、うん、すごいやつと、海鮮約20種類ぐらい入ってますよ。もりもりに明太子にご飯はおかわり自由と、やばくないですか。これは贅沢のもう極みと言っても過言ではない。さあ続いて丼来ましたよ。こちらももう意味わかんないぐらい入ってますね、種類が。多分定食の方と同じ量の海鮮が入ってるんですけど、めちゃくちゃ魚ですね。今日は早速いただいていきましょう。はい、ではもう早速いただいていきましょう。見てください、このサーモンからいっちゃおうかな。この色めちゃくちゃ新鮮やんけ。油が、醤油につけた瞬間油がじゅわってなりましたよ。ではいただきます。めっちゃ新鮮、やば、油の味がめっちゃしますよ、サーモンの、ね、やばい、ここのサーモンは食べたことのないぐらい美味しい。もうトロットロです。だいたいサーモンで新鮮さが分かりますからね。もうこれ多分全部新鮮ですもんね。やばお。では続きまして、こちらタイですかね。うわ、引っこ抜けて、はい、お願いします。いただきます。うん、身がめちゃくちゃ引き締まってますね。めっちゃテンション上がります。ここのこんだけありますからね、まだ二口でこのうまさ計り知れんですね。でご飯もおかわり自由やけん、もう何合いけるのかっていうのが楽しみですね。ちょっと自分の中でもバクバク食っていきたいと思います。では次、あらだき、すごい、絶対美味しいですね。こちら、いや、プリプリしてます、光ってますね。いただきます。うわ、何これ、食べたことない、何、あらがすごい、あらが抱かれてます。完全にめちゃくちゃ染み渡る醤油ベースの濃厚な旨味、なんか旨味成分がめっ
っちゃ入っとる。はい、続いて海鮮丼いっちゃいましょう。見てください、これ量がえげつないんですよ。多分縦に入ってるからちょっと1枚ずつのかしていきましょう。やばいですね、ほら出てくるもん、どんどん出てくる。これいますね。はいはい、うわご飯の上に卵が引いてありますね、と海苔と。うわすごいですね。でこちらの海鮮丼ですね、ご飯酢飯と普通のご飯から選べて、大盛りが無料でできちゃったので無料でやってますと。しかもですね、この海鮮定食も丼もそうなんですけど、こう注文した後にさばいてくれて乗っけてくれるからめちゃくちゃ新鮮らしいです。では早速食べていきましょうか。じゃあこのわさび醤油をね、このわさびもちょっとすごかったんですよ、ちょっと違かったんですよね普通のわさびと。じゃあかけていきますね。はい、これでいただいていきましょうか。ではでは早速ここだ。いいですか、いっちゃいます。うわ、何食べたか分からんけど本当美味しい。これがオノノマーケット。さあ来ましたよ、サーモン、カンパチ、マグロ、ブリ、この4品最強4品でいっちゃいます。うわもう海鮮の方がご飯より多いから、もうなんじゃこりゃなってます。海鮮の味だらけで口の中が、それにちょっとの酢飯、めちゃくちゃ贅沢。これはもう本当に贅沢。よいしょ、次は明太カンパチしらすにとびっこカスラセリーノでいっちゃいます。はいはいはい、もう一口目二口目と別物ですね。もう完全にまた別の料理を食べたみたいな、すごいめちゃくちゃ豊富だからいっぱい味が楽しめますね。一口一口とびっこが来てます。ではカツオいきたいと思います。あら、わかめとイクラはって思った方いるでしょう。しっかりいますよ、わかめの代わりに海苔、イクラの代わりにとびっこちゃんとつけてます。いただきます。サザエでございます。見てください、これやっぱりご飯の方が先になくなりました。これ大盛りなのに、もうやばい、もう1ヶ月分ぐらいの魚がここにいますもん。それを1日で食べさせてくれるオノマーケット、ぜひ来てみてください。完食しました。いや、オノノマーケットさんのコンセプトである小さな食のテーマパーク、完全に再現されてましたね。最高でした。ごちそうさまでした。今回紹介したお店はザ・オノマーケット。
中央区天神にあり、世界一小さな食のテーマパークをモットーに、福岡ではここでしか手に入らない絶品を楽しむことができます。目利きが光る鮮魚エリアにフランスパンのみにこだわった焼きたてのパン、カウンターでは食事からコーヒー、お酒も堪能することができます。食のテーマパーク、皆さんもぜひ行ってみてください。いや、めちゃくちゃ美味しかったですね。で、ここのオノマーケットさん、朝8時から10時まではソフトフランスの食べ放題やってるらしいので、ぜひ行ってみてくださいね。で、場所がですね、ここ親子通りになるんですけど、親子通りここの道を入っていただければと思います。今回の動画いかがだったでしょうか。この動画がいいねと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次回お会いしましょう。またね。最後までご視聴いただきありがとうございました。これからも福岡の美味しいグルメをたくさん紹介していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録もよろしくお願いいたします。また皆さんのおすすめのお店もコメント欄でぜひぜひ教えてください。